8月9日です。えー、もう、あとお、4時間ちょっとで、午後9時から今日も TBS 系列、大阪では4チャンネル毎日放送で日曜劇場、ドラマ、半沢直樹が放送されます。えー、第4話、えー、今回は、証券の世界にですね、えー、舞台を移しまして、半沢直樹が倍返し、 まあそこに新たに恩返しというキーワードも出てはおりますが、今のところ、おぉ、倍返し、ちょっとなんかこう、こういう顔芸が目立ちすぎているということすら、まあ話題になっているわけですが、えー、今回のシリーズの、まあ、大きな転機となる回なんだというふうに、番宣は賑やかに、えー、PR をしています。まあ、もちろん私も 見ますけれども、ええー、まあ、前回の銀行シリーズもそうだったんですが、実は、まあ、正義の味方、半沢直樹、そして悪の権下銀行のお偉いさんたちというまあ構図でですね、あのー、水戸拷問的な、まあ、完全懲悪というか、えー、そういう構図なわけですけれど、 でも、まあ、どう考えましても、半沢直樹のやってることはですね、えー、犯罪なんですね、えー。犯罪直樹なんですよね。うん、でそのことを上戸彩さんは、えー、知っているのでしょうか、えー。あまり仕事のことは言わない半沢直樹ですけれど、えー。今シリーズではですね、証券取引等監視委員会 いいから、えー、また、うん、ねおっきいって言って、こうお,、ね、<laughs> おなじみ出てまいりましたけれどもね、言葉で出てまいりましたけれど、査察が入ります、うん、それがまた、まあ、まさにドラマチックに描かれているわけでありますけれども、お証拠を隠せんと。うんで えーまあ、前回のシリーズでは銀行の中でその書類をという話でした、まあ、今回もその書類のシュレッダーはあ,ーありましたけれど、えー、電子的なあ書類ですね、うん、それが、まあ、あの隠されていてその隠されているパスワードが見つかるというさあどうだっていうところがもう、まあ、見つからないことは分かってるんですけど。 のえーまあ、ドキドキしてみるというのが前回の放送でしたごめんなさいネタバレになってまして伊集院さんこの先は見ないでください、えーまあ、そもそも <laughs> これは見ないと思いますが、えー、でねそうなんですよその検査っていうのは例えば銀行なら銀行業法とかそういう金融に関する法律に基づいて、えー やっちゃいけないことをやっていないかどうかということをチェックするために行くわけですよね。まあ、そこに後ろに何かあ意図があろうがなかろうがですよ。うん。で、今回あのドラマの映像だけを見ればですね、どう見たって隠せと言ってシュレッダーにかけてるわけですね。そうですよ。 うん、そして、えー、データをーその分からないところに置いているわけですね。そしてその置いている場所が分かった人たちが、それを、そのファイルを開けようとしたときにそれを消してるわけですね、えー。明らかに証拠隠滅を図っているわけですよ。で、これはもう、えー、もう完全な えー、犯罪です完全に犯罪です。でもみんなそれでスカッとしてるんですよね。で、まあ、それと今の政治の状況ということを直接結びつけるのはどうかなとも、まあ、思うんですけど、フィクションとノンフィクション、現実に起きていることをですね、とは思いますが、まあ、昔からそうだったというのかもしれませんけれど、 安倍内閣になりまして、このところですね、話題になって、一時期、紙面を賑わうけ、逃げますけれども、結局、いつまでそれをやってるんだと言われている件がたくさんありますね。森友学園の件これは事件です。えー、もう、今もですね、えー、亡くなった財務省の役人の方の奥さんが訴えたりもしていますけれど、いつまでやっているんだ。それは 改ざんなり証拠隠滅っていうことが堂々と行われていたわけですね。うん。で、財務省のまあ、おざなりな調査はなされていますけれど、えー、それでは納得できないという人がいます。当然だと思います。でも、その先の再調査はされないということ。また、加計学園の問題もそうでした。えー、今年に入って桜を見る会。 えまた新たにですねジャパンライフの人間をあの呼んでいたのはですね総理の直轄のまあリストに入ってたんだということを毎日新聞が出しましたけどそれについてはいつまで毎日やっとるんだともうこのコロナの時にまだお前ら桜っていうのかっていうふうに言う人もいるんですねだって当たり前じゃないですかうん何もちゃんと 彼らは答えていないわけですからシュレッダーにかけてかけさせて、えー、そしてもう時が流れてみんなの関心が、まあ、次のドラマでいうとシリーズ女優さんに移っていくことを分かってですね放置してるわけですね。まあ、そんなことと 今回の、半沢直樹のシリーズっていうことが、もちろん直接リンクしてるわけではありませんよ。直接リンクしているわけではないんですけれど、なんか、まあ、それが当たり前になっている。で、結局、まあ、組織っていうのは上から腐りますから、どこの組織でも、おあのー、感じてらっしゃると思います。あなたが今、 ああいらっしゃるところそれが小さな組織なのか大きな組織なのかは分かりませんけれど上から腐ってくると必ず全体にその毒が回りますよね。うん、であの時はこっちに着こうと思ってこう言ってた。いやー素晴らしいですよねもうあなたのためにもう本当にこうやってやります。うん、そして えー、違う状況になったらいやいやいやもうあの時からいやそんなふうには思ってませんでしたって言ってでもその記録は残さないようにそして残っていたとすればそれはもう堂々と消してしまうあるいはその記録をそもそも取らないような仕組みにしてしまう、うん、取ったとしても 黒塗りにしかして出さないというような、まあ、それが当たり前になっているっていうのは、僕はやはり決して良いことではない。も、う、の、んまあ、によっては30年、50年という時が経って、えー、関係する人がいなくなってから歴史の一つとして明るみに出すべきことというのもあるでしょう。しかしそうではなくて、うんえー、今、 今のこの意思決定に誰が何を言ってどういう証拠が残っているのか場合によってはそれを開示することによって犯罪行為が明るみに出たりですねそして間違った意思決定のやり方をしないんだそれを正すんだっていうのはう本当に当然のことだと思うんですけれど今回の半沢直樹ままあ、まあまあ、何度も言いますがあくまでドラマの上のことではありますが堂々と 資料を隠せと、えー、そして堂々とシュレッダーにか,かけろとあ言っているのはですね、えー、ちょっと問題かなとそれにしましてもシュレッダーの、えー、紙をですね、えー、もう一度つなぎ合わせてっていうのを 電子的にやってましたね。デジタルでやってましたね。昔、えー、イランで学生たちがですね、アメリカの大使館に入りまして、で、そこに立てこもりました。その時はシュレッダーにかけられていたものを、あれは確か2年でしたかね。えー、すごい時間をかけて、 本当にアナログで大量のものをつなぎ合わせたんだっていうのが、まあ、映画にもなってましたけれどもね、うん。そんなことも思い出しました。今日もご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録をして次回を楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございました。